買ったピンクのリボンどこに置いたんだろう。それならお人形の横に置いてあったよ。お人形の？あ、本当だ、あった。ノアちゃんってなんだか私よりも私の部屋のこと知ってる気がする。そんなことないよ、クローゼットの中は見たことないし。そうなの？意外だな。その辺はちゃんとわきまえてますから。いやいや、当たり前のことだよノアちゃん。でもできることならどんなお洋服があるのか見てみたいな。まあ催眠術でノアちゃんにも迷惑かけちゃったし、しょうがないな。今日は特別だよ。はい、どうぞ。わーい、ありが、これはすごすぎる。こっちのワンピースも可愛いし、あの帽子も、このバッグまで。なんて素晴らしい空間。思った通り、可愛い洋服がぎっしり。くるみちゃんのクローゼットは可愛いの宝石箱ね。お父さんやお母さんやおじい様がくるみに似合いそうだって言っていつもたくさん買ってくるんだ。本当はもっとあるんだけど、ここにあるのは私のお気に入りのお洋服やバッグだけだよ。そうなの？それじゃあ他のお洋服はどこにあるの？残りは全部お庭の倉庫に保管してあるよ。そうなんだ。あれ？その奥にあるのはもしかして、あ、小学生の時に使ってたランドセル。入学祝いにおじい様が買ってくれたんだ。懐かしいな。小学生の頃、学校帰りにお店へ来てくれた時はいつもそのランドセルを背負ってたよね。そうだったね。それでノアちゃんが声をかけてくれてお友達になったんだよね。懐かしいな。可愛いランドセルを背負った可愛いくるみちゃん。ダメ、ランドセルくるみちゃん成分を補給したくなってきた。ねえくるみちゃん、せっかく懐かしいものが出てきたことだし、もう一度ランドセル姿を見せてくれませんか。恥ずかしいよ、もう子供じゃないんだから。かわいい、見た目も中身もあの頃とほとんど変わらないのに。あ、そうだ、怖い。え、ノアちゃん、どうしよう、くるみちゃんのこと怖くなってきた。そんな、もしかしてまだ催眠術が残ってるの？わからない。あー、でもとびきり可愛いくるみちゃんを見れば怖くはなくなるかも。とびきり可愛い？そう、例えば、そうだ、あのランドセルを背負ったくるみちゃんを見たら怖くなくなるよ。どうしようあと一押しというところかな。ああ、このままだとくるみちゃんのことが本当に怖くて見れなくなってしまうかも。わかったから、ちょっと待ってて。これでいい？しまった、この可愛さは想像を超えていたわ。可愛すぎて直視できない。いやいや、ダメ、しっかり目に焼き付けなきゃ。あー、でも可愛すぎて意識が飛びそう。大丈夫ノアちゃん、すっごく苦しそうだよ。こういうのなんて言うんだっけ、墓穴を掘る、いや自業自得か。あ、もう無理。ありがとうくるみちゃん、大好きよ。